はいどうも、ナミノリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回 FA カップ3回戦トッテナムホットスパー戦、そして連戦ですね。トッテナムとの連戦でございます。リーグ戦もね、いや前回よくリバプールに勝てて、クリスタルパレスにも勝って2連勝で現在順位11位ですよね。ほんとね、いやまさかねここまで復活できると正直思ってなくて、やっぱりフォーメーションはね、やっぱ変えたの正解でしたね。守備も安定してきたし、みんな慣れてきたし、ここのね、ここ相乗効果がチームに出だしてるので、こっからどこまで連勝を広げられるか、リーグ戦に関しては。そして FA カップはトッテナムですから、次ね、次勝てば多分ウォルバーハンプトン来ると思うんで、ウォルバーハンプトン多分あのね今順位5位なんですよ、プレミアリーグで。このウォルバーハンプトン止めないとダメですね。まずはトッテナム戦勝ってベスト8、ここ行ってからやっぱ FA カップ先ね、ちょっと見たいですよね。先のね FA カップ最高ベスト16までしか僕たち行ったことないんで、ここから先をねどう繋げるかですよ本当に。うん、今日のスタメン素晴らしい、うん、今日全員好調でスタミナも全回復。ちょっとジェルビーの怪我のね、これですよ、やっぱり怪我体制1だから、これはすぐ怪我するな。ジェルビーの慎重に使っていかなきゃいけないんだけど、使えるときはね存分に使いたいなと思いますよ。トッテナムはケイン、デルアリ、うん、トッテナムはあれ、トッテナムに前回負けてたっけ。あ、負けてたな、多分負けてたんで、ちょっと注意だな。マーク設定、フンメルス、ケインつけさせましょう。これでね、やられなくなってるんでね、本当に。やっぱ効果あるわ。本当、視聴者さんありがとうございますね、本当に。あの、マーク設定、ハードマークつけた方がいいってね、言ってくださった視聴者さん、本当ありがとうございます。これで、ね、やっと権威を抑えられるわ。オッケーオッケー。まだベンゼマもいるからな。ベンゼマ入ってきたらまた別でね、マーク設定しなきゃいけないんで、ここは忘れないようにしたいですね。さあ、勝てばベスト8だし、負ければまたね、前回の昨シーズンと同じ結果になるしね、ここを自分たちどう切り開いていくかね、やっていきましょうか。これは勝とう、本当に。今、調子上がってきてるからな。今までの戦法でいいと思う。でも、ワトフォード戦みたいな、ああいう試合したらいけんな、本当に。ここだ。あー、やばい。あ、やばい。これ、フリーキックは。ハードワークつけてたのにな、フメルス。これ、ダメか。もう裏狙えたら、本当あれだね、フメルスは。さあ、フリーキック。やばい。これは 100%、99% 決められる。壁飛べ飛べ、よし飛んだ、オッケー、飛んだ飛んだ飛んだ。ルッソも23歳になりましたからね。ルッソここら辺で覚醒器1回来てくれればな、ワンチャンあるんですけどね。さあ、ダンユマサイドから上がってきて、ここを気をつけたい。ここはもうやられたくないな。サメル、あ、裏来たー、おー、ブネデンベレ、逆ベインズ、あ、そっちか。ジェルビーニョ、ジェルビーニョからベインズ、クロス、さあルッソ来い、ルッソー、オッケーオッケー、この形だ。ジェルビーニョ、ジェルビーニョもうちょっと仕掛けさせてもいいけどな、仕掛けさせるとまた怪我しちゃうからな。オッケーオッケー、これでいいです。おお、フミレスが上がってんな。フミレスめっちゃ上がってるけど大丈夫これ。ちょっと中での動きが欲しい。デンベレ、デンベレ、エイズ、エイズ、おお、ファール、ファール、来た来た来た、よし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 、ベインズのチャンスじゃないこれ。さあ、ベインズ決めている、ベインズ決めろ、よっしゃ、ベインズ来たー、ベインズ、クリスタルパレス戦に続きゴール、素晴らしい、ベインズのフリーキック来た。やはりこの男か。いや、ベインズのもうフリーキックがすごいね、確率に入るようになってきたね、ベインズ。うーわ、キーパー反応してないですからね、これ。さあ、あとは守ればいい。守ってカウンター。もううちのやるべきことはね、はっきりしてますからね、これ。いやー、そっち来るか。デルアリ、デルアリのクロス、あー、おぶねいや、今完全終わってたね。あれ、多分フェーリングしてたのがケインだったら、確実に終わってましたね、これは。いや、デルアリのやっぱ精度高いわ。これはケインじゃなくてよかったね。いや、トッテナムはちょっと本調子じゃないですね、やっぱりね。ディアラ、オッケー、ディアラいいぞ。ディアラ、それでは期待してんの、ディアラに。はい、ディアラの潰し、これが彼がやるべきことだね。変えようか。今日難しいけどハウフィー入れましょう。ちょっと趣味的にいく。パッツィーニとルッソ変えましょう。で、あとルイス・テイシェーラー、ベインズか、あのね、決めたけど変えましょう。いや、もうこっちの完全策略にはまってますね。さあ、あー、パッツィーニ惜しい、まだある、オッケー、ジェルビーニョクロス、エイズのヘディング、オッケー、それでいい、それでいい、ハーフィー、これは楽だな、これだけだったら楽ですよ、このロングボールだけの戦略だったらね。さあ、ジェルビーニョ、ジェルビーニョ右足、お、入った、ジェルビーニョ2点目トッテナムから2点、ジェルビーニョとどめの2点目、来た来た来た、おい、ジェルビーニョ来てしまった。やっぱこの男は
波に乗ればねぐんといける男ですから。これですわ。うわすごい乗ったね。おえよし勝った。 FA カップベスト8進出でございます。素晴らしい。ジェルビーヌの2点目多かった。素晴らしい。この真冬の中雪が降っている試合で勝利。いやこれでリーグ戦トッテナムに勝てるからね。まあでもこれで苦手意識はなくなったんで、まあ油断はねせずに次回のねリーグ戦もトッテナム引き続きやれればと思っております。素晴らしい。いや勝った、よく勝った。でウォルバーハンプ、あウォルバーハンプ負けたか。ボーンマスですね次は。あーボーンマスか。で準決はどこ来んだろうね。エバートかチェルシーだから多分チェルシー来るな。準決行ったらチェルシーか。チェルシーとどこまでできるかっていうね。で逆側リバプールが来てますね。ウエストハム、レスター、ノリッチか。あノリッチか。シティ負けたね 4-2 で。うそ、ノリッチはリーグ戦で負けましたけど僕たちもね。ちょっとノリッチはちょっとダークホースとして決勝来る可能性もワンチャンありますねこれね。ダービー再びチャプター1でございます。チェルシー、うん、チェルシー戦までほんと勝っときたいでございますけどもね。本当にチェルシーに弱いからな、うちは。チェルシーさえ乗り切ればね本当に多分いけると思うんだよね今シーズン。あポージャンから完全移籍両方は来てるか。ポージャンな、ポージャンはレンタルだったらいいよ。全然レンタルだったらいい。でもそれ以外ダメだ。さあトッテナム戦連戦でございますけども、はい OK、 今日これでいきましょう。どっちからがトップ下に入って、まあこのフォーメーションですね。ちょっとデフォーね、デフォー最近使ってないですけどね。デフォーは今回ベンチでいきますけども、いやトッテナムと2連戦出すからねこれ。まあここで勝てばほんとね4連勝で大きいしね、先に向けてねチェルシー戦に向けても大きいし。あそうハードマークつけとくか。やっぱりハードマークが大事ってこと分かったね。これで無失点率がかなりね向上しましたかねこれ。さあジェルビーニを結果出してくれれば、ね、連続であのスピードからのシュート、あれを期待しよう。トッテナム戦2連戦目ね、2戦目やっていきましょう。さあトッテナムと2連戦でございますね。前回の FA カップでいい感じにできてるんでね、引き続きその調子が維持できればまたね勝てるでしょうこれは。さあベインズはフリーキックからも点取れるし、ここからはおー惜しい。いいですよいいですよこれ。あジェルビーノか。あルッソか、ルッソですね。まあ、トッテナム本当調子悪いんでね、ここで崩しとけばね、トッテナム今シーズンね多分悪いスタートのままね、悪い調子のままいくと思うよこれは。あーどっちかあるいいじゃん。どっちかある残留に向けてこれは大きいよこれは。こういうプレーをしてくれるとね。ベインズ、ジェルビーニョ、ジェルビーニョスピードどう生かすか。ジェルビーニョからデンベレ、デンベレクロス、ルッソ来た、ルッソ、おそのヘリング、ルッソがもっと決めてくれればね楽よこのチーム。取ってのもシュート1本持ってないからね。ウェークアップから変わってないよ全然。それはいきなり短時間で変わるわけがないぞ。ディアラ、ディアラを嫌がってますね相手ね。さあデンベレ、取ってのも完全モチベーション落としている。さあどっちかで左足、押し押し押し、それでそれで。さあとっケイ、エリクソンのシュート、おー落ちたんじゃねボール、今落ちたよねボール。デンベレ、デンベレの推進力はまだ生きるな。いやデンベレ行った、デンベレ行った、クロス、さあどっちかで、おー惜しい。どっちかで決めろってそこ、惜しいな。この形ですよ、どっちかでヘディング強いからな。ヘディングの精度はすごくいいんだよな。うーわもったいねえ、どっちかで。ちょっと変えていいっすねこれは。デフォー入れましょう、デフォー、テイラー入れよう、そしてデンベレとラミレスかを変えようか。いや今日どっちからいいからな、どっちから結果出してほしい。さあまずい、ケイ、ケイ、おーぶね、テイラー、さあ行こう、ラミレス、ラミレス、おラミレス、ラミレスから、さあクロス、どっちから、おおどっちから、欲しい、どっちからちょっと成長してくれたら出したくないですねこのチームから。さあ中盤ここだね、デルアリ、デルアリから、おおぶねえな、反応しようやそこ。まだ3分ある、ケイン、ケインのシュート、ぶねえ、あー惜しいな。0対 0FA カップからの2連勝とはならなかったが、まあ、OK 無失点だもんな、無失点は続いてるからね OK です。まあ、FA カップ勝てたことが大きかったね今回は。守備陣も特にね問題なかったし OK でございます。さあ順位は一つ下げましたけども、失点は減ってるんで全然 OK です。これはほんと勝ってねちょっと満員の8位以上行きたいですねこれは。まあ正直レスターまで行けるからな、33ポイントあと 2ポ、あのね勝ち点6積み重ねることができれば全然いけますかねこれね。チェルシーは調子を落としているが我々も似たような状況だ、次の試合なんとかお乗りしてダービーに勢いをつけよう。ダービーを特に強調してるなこれは。ワトフォードはちょっと今調子いいからな、危ないっすよね今。デンベレ怪我ったか、あチェルシー戦に間に合わないか。
ちょっとデンベレの代わり探したいな。すごい高めの移籍金が来てますね、オファー。でもデンベレダメっすね、本当に。デンベレまだ出さないよ、当分は。さあ、次回はチェルシー戦やっていきたいんで、ワトフォードは飛ばしましょう。ワトフォード戦は裏でやってきます。で、チェルシー戦で次回やりたいと思います。ダービー戦ね。多分ここがね、今シーズンで一番重要な時期だと思うんでね。チェルシーは次回4位か。で、その次知ってやるでしょう。ここで立て続けに勝てるからね。FA カップ準々決勝は2月14日、ボーンマス戦。そっか、ボーンマスと連戦があるのか、これ、FA カップ。あー、厳しいですね。そして、ボルドー戦あるんだもんな。ここだね、本当に。ここを乗り越えるかで、チームね、さらに上のね、レベルに行けるかかかってますからね。ここで、チェルシー戦次回ね、勝てるようにやっていきます。はい。はい、ということで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。See you!